いやけさぶりやな。ま、そう来るよな。たく、あんたもあんたでご苦労さんなこったな。ほんまにな、お互い世話しなさすぎやろ。それもこれもあの性悪 GM のせいや。リゼット、お互い文句ぶちかまさへんか。ミラベル、8、いや10以上いるかな。ステルスシャードの使い手、しかも MK トップクラスの SC か。支援業務ではリゼットさんの先輩、卓越した戦術オペレーターでしょう。あの GM に文句を言いたいのは同じだが、お互いの立ち位置を確認させてもらおうか。俺たちは捕まっているアニエス、それにドミニク・バーさんを解放しに来た立場だ。そしてあなたはそれを阻止する門番、そういう認識でいいのかしら。そないに突っ込まれると正直ボケようもないんやけど。正解や、大統領閣下のオーダーでな、レーバテイン計画終了までこちらに閉じ込めとけっちゅうお達しや。ま、ドミニクさんは完全についでやけどな。やっぱりアニエスさんと真の宇宙計画が何らかの形で関係してるのか。それはゲネシスも含めて、それとも彼女自身も関係するのかしら。聞いてへんな。まあゲネシスがあの子にだけ反応する時点で無関係とも思えへんけど、そのあたりはここにいない GM やセントラルコアにいるカシムも同じやと思うで。あの管理者がいないというのはある意味朗報かもしれぬが、やっぱりお兄ちゃんはあの扉の先に詰めているんですね。あ、あのメガネ補佐官と一緒にな。他の臨時スタッフズもおるけど、フェリちゃんたちが知る必要もないやろ。これはこれは、あの厄介なバトルドローン、しかもあんたの専用機かよ。ああ、うちの霊視パターンと連動し反応速度を向上させた代物でな。スクラムにゾックだけやなくブリッツにまで対応する。これで10対11、いかに達人揃いでも簡単に抜けるとは思わんどいてや。どうやらシャード戦術の極致を見せてくれそうだけど。フィオとゼロスもいる。12対11と訂正しておきましょうか。臨戦モードに移行、解析を開始する。その前に一つ聞かせてくれ。ここに来るまで MK の新技術には随分と手こずらせてもらったが、ここ最近のシャードに AR、 次々とアップデートされる新戦術利用させてもらってなんだが、いくらなんでも開発速度が速すぎねえか。へえ、それは技術連盟の方でもその疑問は指摘されていたわね。まあ動力技術の発展そのものも普通なら考えられない速さらしいけどね。たった60年足らずで動力ネットや宇宙にまで人類を届かせるだけの進化、それが人という存在の可能性であり、同時にカルマでもあるのだろう。それとは別にアーティファクトの存在が気づきとなっているという説もあるようだが。確かに作動原理は分からなくても現象を目の当たりにすればですか。持ちうる技術の枠組みの中で何とか再現しようとしてしまうのが人間だ。そんな風にグランマは言ってたな。なんとなくわかる気がします。クルガとは相入れないあり方ですけど。だがそれをもってしてもってことだな。ああ、正直に言わせてもらうと、残滓どもと同じくらいありえねえんだよ。まるで私のあり方のようにですね。バベル事件で生み出されたシミュラクラとはまた次元の異なるレベルで、ほぼ脳と中枢神経系だけとなった人間を機械に接続する技術は確立されていません。なのに私だけはそうある。 MK が実現してきた技術の数々、
私自身に関係してはいないでしょうか。リセットさん、それって、その質問に答える前に、午前のうちにアンカービルで何かあったみたいやな。そっちの情報は来てへんけど、あんたら一体何を見たんや。一瞬のうちに廃墟化した視聴者に迷い込みました。まるで数十年は経ったかのような、 AR でも VR でもない現実として。そして私はその光景をたまらなく懐かしく感じてしまった。リゼット、懐かしくだと。なるほど、そういうことか。機密情報やけど、ま、あんた自身の話ならええか。リゼット、あんたの出身地について MK でも分かってないのは間違いあらへん。およそ7年前、 MK の危機管理 AI が指定したのは大陸中北部にある辺境やった。原野に残されていたのは現代のものとは思えへん未知の技術で作られた生命維持装置。半壊していたそれにおおよそ14歳くらいと思われるあんたはつながれとった。その装置をオレド本社に持ち帰り、なんとか補修維持しながら、肉体の9割近くを失ったあんたの意識をシステムにつないで起こし、リハビリした。そこからはあんたも知っての通りやけど、一つだけ伝えてへんかったことがある。その生命維持装置に刻まれてた生存刻印や、そこにはこうあった。七曜暦1259年アンカービルってな。1259年って、今年が1209年で、え、今から50年後かよ。リゼットさん、つまりその生命維持装置は未来の技術の塊だったわけだ。それこそがマルドゥック社の革新的技術の源泉で、つながったわね。ありがとうミラベル。未だ思い出せませんが、いろいろなものが腑に落ちました。礼を言われる筋合いちゃうやろ。そんじゃあ改めて業務を果たさせてもらうで。チート使いまくりで行くさかい、せいぜい覚悟したってや。上等だ。大将の働きの陣形と連携に備えよう。こちらも独自判断による危機管理を開始します。リゼット、手加減はいらへん。あんたの実力を見せてみ。ええ、ミラベル、あなたの親友だからこそ。焼きが回ったか。超高速の同時並列処理、しかもこの精度でなんて。 MK 切手の戦術をデルータ、敵に回ったらここまでとは。スーパー SC ミラベルさんをなめるんやないで。レイゲス一戦、試合合わせるわ、合わせるわ、任せたわ。翼を導けた。あ、ライツオブアーケリア、終わりや。どうせうちの可愛いドローンたちはよくも。ごめんなさい、でも容赦なく潰させてもらうわ。助かったぜ。試合、こいつは好きでね。こらめきマーチ、すまないね。ロック発動、そうだよ。感謝します。もう一丁。
我が太刀は巨人そこだ。奥義雷月一閃。手伝うよ。任せたよ。みんなついてきて。どうやかな。キアリ。そうよ。射精しよう。しまいにしよう。バンダライズライダー。技術成功を派生しよう。派生しよう。決闘。遠からぬ者は救いにある。我が太刀は今日にそこだ。奥義雷月一閃。このまま攻めるわよ。手伝うよ。手伝うよ。任せたよ。輝ける翼よ。ライツオブアーケリア。どうせ続いてシズナさん。バリアを一二三四。リリッヒ繁盛決まりや。空任せたよ。くらえ。頼みます。行きせいかよ。行きます。このまま攻めるわよ。バリアは引き続き。みんなついてきて。どうやかな。行くわよ。行くぜ。メア人よしっちゅうか、つくづく心配になってくるわ。まあこのやり方めっちゃ疲れるし、時間稼ぎにもならへんの分かっとったけど。アニエシちゃんたちは奥や。はよ安心させてあげるとええ。ああそうするぜ。先行します。アニエシさん今回ばかりはおばあちゃんに大きな顔ができそうね。もう素直じゃないな。お前らも早く来いよ。うちは大丈夫や。それよりさっきの続きやけど。またの機会でいいです。改めてゆっくり話させてください。これまでのこと、そしてこれからのことも。今あなたにお礼を言いたくて仕方ないくらいなんですから。だからあんたは。万葉、少々妙なことになったぞ。
どうやら抜け道もなさそうだね。ええ、それ以前に気配も。そんなどうなってやがる。ワンさん、アニエスさんがどこにもいません。おばあちゃんもだわ。ねえ、本当にここにいたの？それは。なあ、ほな。おい、なんかありやがるぞ。メッセージは書いてないけど、どう考えてもおばあちゃんの。でも、どうして白いデザインに。間違いない、この部屋や。アニエちゃん、ドミニクさんともに1時間前にはおったはずやのに。割り込めたわ。30分前くらいの監視映像になるわね。そんじゃあ改めて、とっ捕まった小娘を迎えに行くか。はい、アニエスさんが抱えているものを分かち合うためにも。それは間違いなくお主らにしかなし得ぬことであろう。そうね、現在12時15分、発射まであまり時間はなさそうだけど。状況次第じゃそっちはスルーだ。まずは確実にアニエスを見つけ出すぞ。所長にお仲間たちはまんまと潜入できたみたいだね。ジューディスはともかく、助っ人も豪勢だし、発射前にここにたどり着きそうだが、本当にいいのか。はい、行き違いになるのは申し訳ないですけど、とっくに決めていましたから。なんとかなったら原稿の一つくらい覚悟しないとですね。ビンタとかだとショックが大きいのでちょっと気が重いですけど。そのくらいは甘んじて受けるんだね。多分その後抱きしめてくれるだろうから。それはないと思いますけど、ワンチャンありますかね。知らないが、そういう望みも最後まで大切に持っておくといいさ。何をやってるのよ。それにあの白いコンパクトって。怪盗の変身道具、そのレプリカ版ってところなのかな。レムナントたちと同じ消え方、限定的な時空跳躍だったかしら。やっぱりあのレプリカと同じく、グランマがドミニクさんに。ちょっと待ってください。結局アニエスさんはどこへ。意外とのんきそうに話してやがったが、逆か。ええ、あれは覚悟を決めた人間の目よ。一体何を。やれやれ、アニエスは言ってしまったか。ドミニクさんも困った人だ。博士の備えなど必要ないと言ったのに。まあ、オリジナル抜きでは何もできまい。ことが終わるまで娘を保護していてもらおう。あんた、大統領、あんただな。一体何がどうなってやがる。あいつは、アニエスは何をしようとしている。君たちもお疲れ様だ。アークライド所長に他の面々も。骨折り損をさせた詫びでもないが、よかったらこちらに顔を出すといい。セントラルコアへの隔壁を解除した。今なら、レーバテイン計画の全容を特等席で見せてあげられるだろう。だが、来るならば心することだ。全てを受け入れるつもりがなければなおさら。とっく、なんやっちゅうねん。で、どうするんよ。決まってる。セントラルコアとやらに向かうぞ。うら！
アニエスさんが無事なのはいいけど、もうそれだけじゃ済まないみたいだしね。こうなれば宇宙計画の全貌余すことなく見せてもらいましょう。ええ、博士たちの側が何をしようとしているのかもね。ああもう本当におばあちゃんと来たら、透かし眼鏡に最強もいるようだが、問答無用ってやつだろそれについては付き合った甲斐があったみたいだね。とく戻るぞ、合わせて最後に備えるがよかろう。行ってきますミラベル、無理せずおとなしく休んでください。了解や。忠告しとくけど、戦力は補佐官とカシムだけやない。せいぜいキバリア、アークライド解決事務所。打ち上げ直前でどこもすごいことになってるっぽいけど、つい今しがたうちの主任が第9にある障壁を一部解析したんだ。ああ本人は A4 システム、裏の手をフルブーストしてへばっちまったが、あんたらだったら何か掴めるかもしれない。余裕があれば見に行っちゃどうだ。ちゃんのことだって気にはなるけど、宇宙計画の真実についても到底捨ておくわけにはいきませんね。この先を君たちが知ること、それはすごく意味があることだと思うよ。はい、たとえお兄ちゃんが待ち受けていようと。そうね、きっとアニエスのためにもなるはずよ。ま、独断専行は全部片付いた後で所長がきっちり締めてやれ。そうだな、まずは保護者と話をつけてからだ。ここから先はもう引き返せまい、万全の準備を整えて進むぞ。進むぜ、火星の勇者出発だ。手に入れたぜ。進むぜ。結局他の場所にいる人たちとは連絡つかないままか。アバターを残してくださったとはいえ、少しばかり楽しい気がいたしますね。そら、どっちも戦っている状況だ。どっちも話してしまいたい状況だ。幻想通の戦闘の中に残した言葉もある。油断できないわね。人の目論み、あらゆるくじくためにも十分に警戒していくとしか。遅まったな。
遠からぬ者はつくよみがある。我が太刀は巨人。そこだ奥義霊月一閃。バックアップします。翼に導けば、あライツオブアーケミア。さあ次に行きましょう。敵の群れのサイダにしてエレイン。Yeah!
お粗末様でした。たく、キレキレだな、シズナ。なんとかで警戒しましょう。さらならしていこうか。急げ。さあ、落ち着いて対処するぞ。お返しだ。ほら、天ぷらもやったな。崩れた。手を貸すよ。シャーロコマン、返すよ。すまないね。手貸するよ。はじめ、服用になる。我が立場、今日にそこだ。奥義、雷月一閃。輝ける翼よ。ライツオブアーケリア。さあ、次に行きましょう。さすがの冴えだね、エレイン。濡れたね。片付けるかい。手当てが必要です。この調子で進もう。どこへ向かうかね。正直虚しいものかもしれないけど、これから表で目にする真実の補完くらいにはなってくれるでしょ。バン、あんたたちも今度こそしばしのお別れになるわ。選別代わりじゃないけど、最後にこのくらいはしてあげる。あなたたち、あの妖精に声をかけられたと思ったら。うん、なんとか兵士を巻いて学生たちと合流したところだけど。財団のアバターシステムに介入。アニエス・クローデルを再登録しました。
って呼ぶんじゃ。でもういいか。それじゃあね、ワン、最後まで。うん、どこまでもあんた自身の流儀を貫いてみなさい。私も楽しめたかな。冒険の始まりだ。進むぜ。よし、気張っていくぞ。
相手だね。シズナさん、負けられないね。Yeah!
相手が悪かったな。手当てが必要です。難敵です。警戒しましょう。かかってきなさい。
輝ける翼よ。ライツオブアーケリア。今のはいい手応えね。お疲れだエレイン。立派な宝箱ね。良さそうな宝箱だよ。宝箱だな。遠からぬものはおつくよになる。我が太刀は今日にそこだ。奥義霊月一閃。
よみがある。我が立場は今日にそこだ。奥義霊月一閃。次はどうする？よし、かかるぞ。これで一区切りだね。